しよ。確かバルドルも神だって言ってたよな。ここの神様ってのは死なのか？そうです、神でさえも死は免れません。死んだら死んだで冥界ってのに行くのか？天国に行くんじゃねえんだな。勇敢に戦死した者が導かれる天界のバルハラとは違います。冥界ヘルヘイムは病死や自然死、事故死などで亡くなった者が行く場所です。勇敢な戦死とみなされなかった者も含まれます。藁の死と呼ばれるのだったな。団長に挑んだあのガンベルもヘルヘイムに行くことを恐れていたな。ん？ガンベル？はて誰だったかな。忘れんなよ。おめえにいつも突っかかってくる強戦士とかいうおかしな野郎だよ。ヘルヘイムへ行くことを恥じ死よりも恐れているのであれば、神の身でありながらヘルヘイムに行ったバルドルも恥だと思っているだろうな。ええ、それもロキの策略でしょう。バルドルは名誉ある死も与えられなかったのです。私はそうは思いません。勇敢に戦って死ぬことだけが名誉ある死ではありませんから。一生の間戦うこともなく他の誰も傷つけなかったなら、それもまた素晴らしい人生だと思います。冥界がそんな方にとっても安らかに過ごせる世界ならいいのですけど。残念ながらそんな平和な場所ではありませんよ。冥界ヘルヘイムは恐ろしい世界です。かのロキの息がかかった場所であり、恐るべき女王が統治しています。バルドルもどんな目に遭わされていることか。ロキ、父ちゃんが冥界そのものにも関係しているの？ええ、冥界を滑る女王ヘルは聖者と死者の狭間の異形の存在、そしてロキの娘です。あなたの姉ということになりますね、フェンリル。ドベルグたちが教えてくれた場所はここのようだが。ほう、あったぞ、地下への道だ。いよいよ死の国への入り口ってわけか。なるほど、確かにこの道を行くのは常人には無理だな。僕たちだからこんなところを通って冥界に行けるんじゃないかな。でも死者の国へ行く道があるなんて変な気分。昔から伝えられてきた物語に死者の国へ行った者たちに関するエピソードがある。太古の世においては生と死は完全に分かたれていなかったかもしれぬな。我々の暮らすブリタニアも昔はそうだったのかもしれぬ。遠い過去にはブリタニアにも死者の都へ行く道があったのかもしれぬな。もし本当にそんな道があって大切な人にまた会えるなら、きっとオイラも。冥界ヘルヘイムか。クン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 、あそこ誰かいる。ん？できなかった。問い継ぐべきか。
女王様にご報告せねば。かなり焦ってるみたいだな。初めて経験するのだろう。自分たちを凌駕する生きている存在に出会うことが。我々はお前たちとこれ以上戦うつもりはない。だからどうかこの世界の主に我々の要件を伝えてくれぬか。なんだと。それは一体どうしたら。何事か。面目ございません。女王様。ヘル。そうだ。私は冥界ヘルヘイムの女王ヘル。死者たちを滑る者、混沌の神ロキの娘。俺の姉ちゃん。てめえ、いきなり何しやがる。さすがはかのロキにこと認められし者。ちょっと単純だけど実力はあるみたいね。単純？あたしとやろってのか。さあ遠慮しないで受け入れなさい、私の抱擁を。ヘル様、お助けします。こいつは